バカ時のリアクションお願いします。頑張りましょう。まあ僕らも漫才しますけど、世の中にはねこうあの大変な職業って多いと思うんですよね。いやいっぱいありますよ、そらね。この芸人も難しいですけどね、芸人も大変ですよね。他にもねあのエスカレーターのね手すりを拭く仕事じゃない、超暇だお前。あれ変なおっさんがさ濡れ雑巾でずっとさこうやってなんで揃えてんの、なんで一緒にこうやってんの、ちょっと手すりをさ。いや僕思うのはクレーム処理、あれ怖い、大変と思うんですよね。あれは大変でしょ。言ったらね電話でね、お宅でプリン買ったら髪が入ってました、どうですかみたいなね。お宅でねシャンプー買ったらねリンス入ってたんだけどどうすんだよ。リンスにシャンプーやったら多分リンスにシャンプーやったら大問題ですよ。おっちょこちょいだお前、それ便利なやつだから。あだから髪が入ってましたみたいなわけのわからんくれもやですよね。もしもし、はい、どうしました。お宅で買ったもえもえじゃんけんルーレットなんですけれども、起動するとストッパーがフェードしてバーストしちゃうんですけど、はいはいはい、これってオンシステムですよね、はいはいはい、これってオンシステムですよね、はいはいはい、ちょっと待ってくださいね、わかんねえよお前。なんだお前モイモイじゃんけんルール何なんだお前じゃあこれはだからプリンに髪の毛入ってましたってやるから、おあの電話出てください、出る、ね、注意してくださいね。ガチャ、もしもしと、もしもしお宅で買ったプリンにね、ありがとうございます、はいはい、お客様はクレームセンターでございます。これなんすかアナウンスですか。音声に従ってください。はいはい、プリンの中に髪の毛が入ってたというお客様は、はい、1を結構入ってた結構入ってた一番髪の毛しか入ってなかったというお客様は、うん、2を大問題ウィッグウィッグなのかな、髪しかないウィッグなのかな、違うのか、違うでしょこれ。ちゃんと人間が人間がしなさい、なるほどね。もしもしと、もしもし、お宅で買ったプリンにね髪の毛入ってた、これどうしましょう、これ髪の毛。はいはい、あでも髪の毛だけで良かったですわ。いやよくないでしょ髪の毛で。いや先ほどのお客様はですね、あの三角定規が入ってました。三角定規プリンどこで購入するんだお前。いやあのパートの小学生が購入させてた。雇う小学生をパートに雇うな。ダメです、三角定規持ち込ませるんだ。ちゃんとね処理しなさいと。もしもしと、もしもし、プリンに髪の毛入ってました、どうしましょうかこれは。あそうですか、大変申し訳ございません、はいはい、どういった人が入れたか分かりますか。分かるわけないよ分かるわけないよそのまま。あそうしましたら髪の毛の特徴だけでも。特徴、黒くて短いやつ、黒くて短いやつ、はい、小松だわ、わかんの。小松首すげえ嫌われてる。お客様すいません、はい、今小松の方に変わりますんで。いや本人出されてもね。もしもし、あの小松ですから小松を首にしろお前、雇ったやつやるよ。小松はさ、小松ダメ、小松じゃなくてね、お前下手か。もっとね、これ眩しいな俺でさ、眩しいな俺で、全然見えるね。 お詫びをしなさいと。お詫びをね、あの謝る姿勢を見せないとね。なるほど、ダメですから。もしもしと、もしもし、お宅のプリンにね髪の毛入ってるのどうするの。あそうですか、すいませんでした、でもお客様おめでとうございます。おめでとう。お客様なんとプリンに髪の毛が入ったちょうど1万人目のお客様、サプライズだね、サプライズだね。こちら景品としまして、もえもえじゃんけんルーレットそれがもえもえじゃん、それあれのバーストしてフェードしてるやつ。三角定規、三角定規はね小学生のやつだから返しなさい。あのね最後ですよ、許してもらえるようにしっかりと謝ってください。なるほどね、オッケー。もしもしと、もしもし、プリンに髪の毛入ってました、どうしますか。これはお電話ありがとう。ペンネームプリンに髪の毛が入った。ラジオじゃ、それじゃ今日も一曲聴いてもらうね。何ですか。それでは聴いてください、はいはい、和田アキ子で笑って許して許せこれ出て小松じゃねえかよ笑って許せ小松じゃねえかよなんだこのネタお前。ただね、このネタに関してはあのクレームは一切受け付けません。いやもういいわ、ありがとうございます。